皆さんこんにちは。今回は Q10 の目代わりで買ったコスメをご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。それではまず一つ目はですね、こちらのもうおなじみ有名なイニツフリーのノーセバム、パウダーなんですけれども、こちらカラーパウダーというものが出ているのを知らなくって、ピンク、グリーン、こちらのラベンダーの3色が出ていました。で少し前に普通のオリジナルのパウダーを久しぶりに使ってみたところ、今のねこのマスク生活にものすごくいいなっていうことを改めてちょっと思ったので、今それをね使ってるんですけど、たまたまね見つけたこのカラーパウダー、カラータイプの方のラベンダーがちょっと気になったので、2個で販売しているところのお店で購入しました。ちょっとねまだ中身見てないんですけれども、たまにはねちょっと原点回帰というか、こちらも今使ってるものがちょっと少なくなったら使い始めようかなと思っています。そして続いてはですね、ピアの公式ショップですね、日本の公式ショップはちょっと閉店しちゃったんですけれども、韓国の公式ショップ Q10にありますので、そこでね新作を、買ってみたのですが、まずこちらの、アイシャドウですね、ファイナルシャドウパレットの新色とで一緒に出ていたこちらのチークですね、それと、ティントです。これはね3つセットで販売していて、色とかそれぞれ選べるんですけれども、3つセットだったのですごくねお得に買うことができました。まずこちらのですねチークの方が、今回ちょっとパステルカラーメインの春の新作かなと思うんですけど、ラベンダーラバーってついてるんですけど、4番のカラーですね。これあれですね、今気づいたんですけど、これパウダーじゃなくってクリーム、クリームタイプなんですね。全然何も知らずに注文していたんですけど、こんな感じでちょっと指の温度でなんか溶ける感じのテクスチャーですね。結構しっとりめな感じで、こう油分のツヤ感っていうんですかね、でも薄く伸ばせば、ある程度こう引っかかりとかはなくなるぐらいの感じで、伸ばしたらあんまりこうピンクっていう発色よりもちょっとくすみが飛ぶような感じの発色ですね。でもちょっと仕込みチークっていう感じだったら使っていけるかもしれないです。で、こちらのアイシャドウですね、ブラインドラブという色の名前がついたパレットになっています。はい、中のカラーもですねすごく薄い色です。はい、こんな感じでちょっとね8色全部塗ってみたんですけど、このあたりに実は6色塗ってみていますけど、色味はね本当に出づらいかもしれないです。ちゃんとついてるんですけど、こうベースの色がすごく肌に馴染むこうホワイトベージュ系な感じなので、見た目の色の違いは結構あるんですけど、塗ってみると本当に微妙な感じです。馴染みがよくって色がこう強く出すぎないっていうところで使いやすいと思う方もいるかもしれないですし、ちょっとこうしっかりね発色させてアイメイクしたいっていう方には物足りないかもしれないですね。すごくねニュアンスを演出できるようなカラーかなと思います。その分ですね、実はこの2色、グリッターのカラーが入ってるんですけど、これはねすっごく綺麗ですね。で、これまで出たこのファイナルシャドウパレットのグリッターの部分って結構ラメがですねこうザラザラした感じで結構乾燥しているものとか多かったんですけど、今回の2色はすごくしっとりしていますので、もう本当にクリームシャドウを塗ったかのような色のつきと、あと輝きもとっても綺麗ですね。なので、さっきのここのベースの色合いがちょっとこう物足りないなっていう感じでも、このグリッターをねプラスすることですごく雰囲気が出るアイシャドウパレットになっているかなと思います。そしてこちらが、ネバーダイティントっていうんですか、ベルベットティントです。これも何色か出て、そのうちの1本だけ選べるようになっていましたが、こちら07番のゴーデスティニーというカラーですね。で、色味塗ってみると
こんな感じです。でピアのねベルベットティントはなんだろうな、すごくしっとりしていて程よいこうツヤ感があります。で発色もすごくねこうちょうどいい感じで、個人的にね唇も荒れなく使えるあのブランドだなと思っているので、今回のこのカラーもすごく春らしくっていいですね。そして続いてはですね、まあ、同じピアの系列になるんですけれども、 e グリップスのお店でも、購入しております。まずは、今回ですねこの、e グリップスの中で、バービーのシリーズちょっと前に出ていて、私は今回ちょっと初めて、買ったんですけれども、こちらのもうね多分10個ぐらいはリピート買いしているこの、パウダーですね、ブラーパウダーパクト、こちらの方と、で、まあ、こっちはね、このバービーシリーズが出た時に出た、ティントになります。で、このブラーパウダーパクトは、こんな感じでですね、こう丸い、ちょっと小ぶりな感じのプレストパウダーになっています。で、ここにね、今回このバービーっていう、ちょっとこう、デコボコしたような感じのプリントが入っていて、で、中はこんな感じで、今回こちらはハート型のパフですね。で片押しもバービーのシルエットになっています。で私は21号のちょっと明るめの、カラーを選んでいます。このブラーパウダーパクトなんですけど、私最近はずっとこの、ピーチの限定の香りがついた、同じ21号の、パウダーをねずっと使っていて、これを3つか4つぐらい、買って、でもこれ今最後の、あの1つを使っているところだったので、そろそろねあのこれに引き続いて買っておかないとなっていうところがありました。でいわゆるこれはあの e グリップスの、黒いパッケージで販売されているものと中身は同じはずです。まあ、ちょっと持ち運びに使うので、まあ可愛いねパッケージだったらいいなということで、こちらをね、5個買いました。まあ、5個あればねしばらくいけると思うんですけど、本当に好きでこれなくなったら困るので、まあ、ちょっと思い立っていいタイミングがあったらどんどんストック買い、あのこれからもしていきたいなと思っています。そしてこちらの、ティントですね、イングリップスのベルベットティントも多分何本か使ったことあるかなと思うんですけれども、今回ね03番こちらのカラーですね。でこの色なんですけど、ちょっと赤みが強いブラウン系になってますね。まあ、ブリックレッドっていうんですか。どちらかというと季節は秋とかに合いそうな色になっていますけど、まあ、おそらく選択肢の中であの使いやすそうだなと思った色を選んだと思います。このバービーのシリーズは発売した時から、まあ、ずっとあの目はつけていたっていうのもありまして、このパクトがねちょうど目代わりのセール対象でお得に買えるっていういいタイミングだったのでね、たくさんストック買いしたっていう感じです。そして続いてはですね、はい、こちらの、ペリペラの、新しい、新色としてオールテイクムードパレットの05番が出ましたので、まあ、ちょっとこれはスルーしようかなと思ったんですけど、まあ、ちょうど目代わりで1200円ぐらいで買えたので、まあ、これ今までの全部4色持っているし、まあ、ちょっとね今回、そのタイミングで買ってみました。今回はですねウィスパーオブミルキーっていう名前になっております。で中はこんな感じで、まあ、優しいコーラルベージュっていう感じのカラーリングになっていますね。でこのペリペラのアイシャドウは本当にお値段あのお手頃な割にすごく発色とかつきがよくって、こんな感じでちょっと6色だけですけど塗ってみると結構ねこういったマットのカラーとかも程よくて綺麗ですし、グリッターとかもねこんな感じになっています。今回の色展開は本当に肌に馴染みやすい色合いになっていますので、こういったね色の雰囲気好きな方にはすごくねおすすめかなと思います。そして最後になります。最後はですね、はい、こちらの A ブラックのアイシャドウパレットの新色をね2つ注文しました。で今回ねパッケージもすごくこういう感じのホログラムが入っていて、すごくおしゃれなパッケージになっています。
で03番のコーラルブーケと04番のユニコーンピンクという2色になっています。はい、中身はですねこんな感じの、ちょっと予想外な色展開かなと思うんですけど、こっちがねコーラルブーケのカラーです。全体的に結構オレンジが強い発色の、アイシャドウが揃っていて、でもその中にイエローとかグリーンとか面白いねカラーが含まれています。そしてこちらのユニコーンピンクは、まあ、名前の通り全体的にこうピンク系な感じで、まあ、今すごく流行っている色合いが入っているかなっていう感じです。まずはこちらのユニコーンピンクの方を先に塗ってみました。こんな感じです。結構ね薄いカラーもあるんですけど、しっかりね発色してくれるところがねこのアイシャドウパレットのいいところかなと思います。でマットのカラーはちょっとこう薄めの色合いが多いので、まあ、こんな感じの発色になっているんですけど、まあ、とにかくこのユニコーンっていうところでグリッターのカラーがもう最高に綺麗ですね。こんな感じで、まあ、ピンクっぽいものもあればちょっとこう白みのあるオーロラカラーとかでちょっとこうピンクとかが入ったカラーもありますし、大粒のものが入ったものとか、まあ塗ってみて初めてこう発色が分かると思うんですけど、まあ、どの色もめちゃくちゃ好きな感じです。で、まあ、締めのカラーはねこれぐらいの色合いになっています。ちょっとどれを使うか本当にね迷うぐらい全部すごく可愛いカラーになっているかなと思います。はい、そしてもう一つの、こちらのコーラルブーケのカラーですね、まあ、これもちょっと前色ではないんですけれどもこんな感じです。思ったよりも結構オレンジの発色すごく鮮やかですね。でちょっと白みのある感じのオレンジもあればちょっとこうブラウンが入ったようなオレンジカラーとかで、グリッターもこちらの、レモンイエローのカラーがねこんな感じで、パールが結構しっかりした発色の色と、でこっちのグリーンの方がですね塗ってみるとこんな感じです。ほとんどベースのパールはなくって、グリッターだけで構成された発色になっています。で、まあ、緑とかオレンジの、ラメが入っているので、光に当たるとね、本当にキラキラした感じ、すっごくね、肉眼だとものすごく綺麗です。まあ、ブラウン、オレンジ、まあ、コーラルが好きな方にはもう、すごく楽しい色展開になっているかなと思います。はい、ということで今回は9点の目代わりセールで購入した韓国コスメをご紹介いたしました。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。